ちょうどこの川沿い、こちらに今一帯そうですけど、まあ、桜が終わりましたあと、まあ、小さい、まあ、山の黄色の黄色は花がいっぱいこう咲くんですけど、またこちら、ゴールデンウィークぐらいまではあるんじゃないかなと思うんですけども、早い時でしたら、もう今咲いてる、咲き始めておるんです、だからまあ、あれなんですけれども、まあ、おそらく今年は4月20日以降が、まあ、満開の時期になるんじゃないかなというふうに思いますけれども、こちら全部川沿いにありますの、この山吹。今のうちはちょうどこの下の流れています川、これ一度井川という川でした。ちょうど嵐山の渡月橋、渡月橋のところに中之島公園という公園がありまして、まあ、あれは中洲でございますけど、まあ、中洲で分流した流れがこの流れでございます。ちょうどこの桂川の対岸に渦政がございまして、まあ、渦政の地に畑氏の方がお住まいになって、畑氏の方はこの松尾さん、まあ、非常にこのご信仰になってですね、畑氏一族の守り神ということで、こちら、まあ、ご信仰された神社でもこちらございますけれども、まあ、畑氏の方が治水土木工事をいたしまして、桂川の流れを分流させた流れが、まあ、この一つのこの流れになっています。どうぞあちらの方でどうぞ、手と土どうぞお清めになられましてどうぞご参拝いただきます。